エド、オリバイ。なんかそうなの。クリエイターだ。いや、お前確か飛んだよな。やっぱりそうだ。本当にケンクルンですね。ケンクルン当たり前でしょ、お前。今日はね、視聴者の皆さん、面白いよ。またも面白いんですか。授業で働いとって、全員辞めたやつが喧嘩して。誰と喧嘩したの。マジ喧嘩じゃないけど、なんかカチカチって見えみたいな。先に一人で辞めとるわ。寺西君ってうまくいかんみたいな。あ、そうなの。違ったかな。ちょっとごめん、うろ覚えた。でもとにかくなんかちょっと問題起こしちゃうみたいな。問題っていうか、その綺麗には辞めてないよ。あ、給料も取りに来てるんじゃないって確か。飛んだよ確かに。だってもうミオがいた時にはいないから。あの飛んだら給料取りに来いって言うんだから。飛んだ社員ね、ジムには連絡してくるとかあるじゃん。でも俺のところに取りに来いって、俺が手渡しするって。それ飛んだやつがさ、自分の責任を負わせなかったじゃん。ちゃんと辞めますって言ったら別に給料が振り込まれるわけじゃん。はい、じゃあ長さんち辞めてくださいねって。社会人として、も俺も若い時何回も飛んでるもんね。あんまり言ってることないけど、俺も社長だもんね。それ言うよね。やっぱり社長だから、同じことされたくないから。自分がやってきたことを人にはされたくない、そういう考えです、私は。だから取りに来いと。だから取りに来いと。で、顔を見て手渡しはすると。別に飛んだが給料払わんとかないよ、俺は。で、俺は何回も飛んで給料取りに来たことは何回もある。それ何回もあります。あいつやっぱ仕事すっごい真面目だったからさ、で、もうなんか独立してやってるみたいな。自分で、で、まあ今回飲み会道場の仕事をお手伝いしてくれるみたいだけど、行ってみようか。じゃあつけバチバチに怒鳴り散らすね、俺最初から。ブリーって行きましょう。行きましょう。エド、オリバイ。なんかそんなクリエイターだ。いや、お前確か飛んだよな。やっぱりそうだ。すいませんだろうな。すいません。なんでそんな。ちょっといろいろ。お前筋トレしよう。いや、あの前ちょっとあの鉄骨とかあのそっち系ばっかりやったんで。鉄骨の塗装？まあ橋桁とかあのトヨタとか。うん。結構。鉄骨になってるの？そうです。だいぶ。あ、なんかひょろひょろだったかな。あ、そうですね。なんかいい体になってるよね。年いくつだ。33。33か。久しぶりだな、エド。あ、元気しとった。はい、元気しとった。元気は元気ですね。顔出しするか。ちょっとあの、そうなんですね。ほんで、あの、いや、お前、気遣いしいじゃん。だからお前、飛んだんだろ、気遣って。いやいや、そういうわけじゃないですけど。じゃあ、なんとか飛んだ理由は。ぶっちゃけ、俺が怒るね。いや、俺が毎日怒ってた。もうなんか昨日のこと全部忘れるから。もう過去だもんな、塗装班がおったこと自体も全然記憶ねえけど。まあそんなそんなことないも説明してきていねえ。いえ、何イラついて、なんか悲しくてあんま見てなかったみたいなこともちらっと変わるから聞いて。イラッとはしてないんですけど、最後に決めてない。俺がわーわー言ったの、なんだろうメンバーとか言って。いや、そんな感じではないですよ。人気は、それは、まあ、仕事は綺麗なんだ、めちゃくちゃ本当に。あ、まあ、その人気とかもあったっすね、ちょっと。それに言われるの。あ、まあ、それもちょっとあったっす。なんかちょっと寺西君にイラついたみたいな話も、まあ、違って聞いた。まあ、寺西君とあんまうまくいってなかったみたいな。まあ、イラッとはしないんですけど、まあ、うまくはいってなかったかなっていうのは。まあ、別にそんな喧嘩とかはしてないんですけど、まあ、なんていうんですかね。多分タイプが違うっていうか。あ、タイプは違うよな。そうですね。寺西君はちょっとなんていうんですか、あのなんか天才系っていうか、なんかお上品系だね。そうですね。職人系じゃないの。あ、そうですね。なんていうんですかね。上品系。説明がちょっと難しいんですけど。海君とはもううまくいってなかったの。海さんとは結構うまくいってた。なんでその通り。でも給料未払いだろ。あ、そうそう。どんぐらい。あ、今日どんぐらい。あ、いいですか。お前の分だ。俺の金じゃねえもん。だから俺がもらっていいか、逆に。いや。俺がもらっていいなら俺がもらっていい。いや、そうだろ。来てくれたってことはそういうことだろ。
直接渡すっていうのが一応ルールだろうと思うやつは、そのもういいや顔出してきて、いくらぐらい？だいたい絶対イメージもう何年も経ってると覚えてない。何年？そうですよね。多分3、4年ぐらいは。あ、もう時効なら給料もないかもしれない。いや、いくらなのかな。あ、どうなのかな。でもあの時結構20何日とか出てたんで。つまりもう待ってない。そうですね。30万ぐらいあるじゃん。25とかそんぐらいじゃ。25万ぐらい。結構細かく分かっとるやん。いや、30ぐらいって言ったら、25ぐらいですけど、結構細かく分かっとるやん、お前。飛んでると絶対分かっとるやん、あそこいくらとか。いや、もう全部。ざっくりやったら30か20なのに、25って言った時点で、お前30って言ったら、いや、25ぐらいですかって結構細かく分かっとるだろ、お前。ざっくりですけど。出てくるんかな、明細とあれ。前なんかないんか。まあまあ、もしあれだったら、あれで出したるもんで。25なの、それがもう記録が出てこなかったら、まあ、20なのか25なのか、まあ、ざっくりでもいいもんね。もらえるだけでも嬉しいだろう。もらえんと思ったら、こんなに5だもん、多分3だもん、ぶっちゃけな。決算も終わっとるやつだな、もう。だから顔出しできるかどうかで、その、お前の、前の給、時効の給料払う。ここ使って。顔出しできるかどうかで、それはそうだろ、お前、ギブアンドテイクっていう言葉があるから、まあまあね。ギブアンドギブはねえからさ。テイクアンドテイクもねえよ、俺は。じゃあ、別に、人に別に何もろし。ね、やってあげるばっかでもないし、うん、やってもらうばっかでもないってことだから、うん、やってもらえばやっぱやらないし、ね、お客さんもそうする、ちゃんとしたお金もらうから、うん、1人前のお金もらうからちゃんといい仕事しながら、うん、俺はお客さん事前事業してもらうないし、うん、ただ思いませんよ、私子供でもさ、1000円でも2000円でもある挨拶も1000円だったら、お前連れの子供だろうが何だろうが別にお小遣い食べる必要ないの、挨拶が覚えろいい大人しちょるんだからお前もいい子供しろよって感じで、それを昨日思ったよ。すっごい真面目な子だよ。だから逆に分かんないな。お着衣、先輩に怒られたりとか呼び出されたりして殴られた経験があるから分かんない。確かに、まあ、まだ分からんよ、これからだよ。でそれを大人が教えたのがおじさん経験して、やっぱ確かにうわこんなに怒ってくるんだおじさんって、すごい懐かしい感じがするんですけど、なんかあの余計な話が、いや、違う、余計な話だと思ってんの、いや、違う、アイゴラじゃないですけど、アイゴラ、いや、なんかこれ余計な話じゃねえぞなぁ、いや、なんかちょっと入ってきたなぁって感じ、嘘、なんか出てるな、いや、ああ、まあもう出る、もうちょっと、あの期間、後にしてもらったら、じゃあ、原君も期間あげるよ、あ、期間、まあ、それは全然いいんですけど、それは全然あるそれも期間あげるよ、俺は、それ交換条件だ。そうコメント欄あれぜ、また。こいつ、ヒデエ社長だなって、働いた分払うとか、生き方って、後出しでなんか言い出して。でもそうだろう。でもまあ、自信持ちゃいいんじゃん。本当に剣来るんですね。あ剣来るの当たり前でしょ、お前。いや、青木からちょこちょこ聞いてたんですけど。そう、急に来ますよ、一回キャラにしかと電話したんですけど。どう仕事来たしない。あ、してないです。昔のメンバーだもんで、まあまあ、全然そのなんていうか、プライベートとかでそんな嫌いとかじゃないんで、うん、多分普通に話せるんで、そうそうそう、経営方針が違うので、まあ、一緒にはちょっと違うかなと思っても、まあそうね、仕事助け合ってて、まあ、それは俺も、うん、いろんな先輩とか後輩とか、なんか全員が10から10好きじゃないじゃん、すべて、俺なんかもそうじゃん。俺の5好きでも5は嫌いでしょ、俺なんか。いや、5は言い過ぎだ。それが 0.5 ぐらい好きだからみんなやっとるだけでしょ、多分。これが 4.5 になったらやめていくやつだもんね。で、50%、50%だったら、まあまあ、残ろうかな、ぐらいな感じだよ。まあ、その、給料面とかいろんな面な、会社の、うん。はい、じゃあ、視聴者の皆さん、今年も始まったばかりですけど、こうやってね、またいい職人が来てくれて、乗り換えた場所も。まあありがたいことだよね。でこれも仕事の手も知っとるから、まあ、安心で営業とかはやっぱ管理も楽じゃん、うん、変なやつだと毎回管理営業が大変じゃん、うん、お客さんとな、でどんだけ仕事が良くてもお客さんとちゃんと喋れんとか、うん、まあちゃんと喋れるし、まあいい職人なもんだよ。またちょこちょこ動画に出ることが多いと思います。江藤っていう名前で覚えておいてください。まあ、乗り換え道場の YouTube 初期メンバーだもんな。そうですね、最初の頃撮ってたの。最初の頃、それこそチャンネル登録しながらな。そうですね、朝食とかしてたんで。そうだよな。そう企画考えてちょこっとやってたんで。そうだよな、うん、チャンネル登録が1000人になる前に。そうそうそう。1年やってやっと1000人だったんだな、うちは。じゃあ、皆さんまた応援の方よろしくお願いします。あとちょっと宣伝ですけど、あの足場の資材買い取り、これちょうど塗装屋さんとか見てるの多いかもしれんけど、あの塗装屋さんでさ、ちょっと1件2件分余っとるとか、逆に容器あるけども、今足場のところに組んでないとか、もう全然買い取り行きますんで、でもう本当に
この間もわざわざ電話かけるぐらいだな、高すぎるんじゃないかって言って電話かけるぐらい、向こうからね、相手からぐらいちょっといい値段はかけると思うんで、ぜひ声かけてください。それと特定技能実習生、まあ、エイトより優秀な実習生です今、ね、ちょっとベトナムからミャンマーにもちょっと移り始めて、ミャンマーではちょっと本当学校作ろうかな、優秀な本当特定技能実習生、ね、取り揃えてますね。実習生特定技能ってのは何言ったら、5年間おったもんまた採用できるの。今塗装もなりました。でみんな優秀だと思う、本当にね、ベトナム人本当に優秀だろう。塗装でってなってすごいいいよな、うん、本当によ働くし、日本人は全然働くよ。全然日本人は真面目だろ。本当には働くな。で気使わなくていいですし、なんか変に。ああ、そうだよな。これやっといてって言ったらやってくれるんで。ああ、それもあるよな。そうですね。嫌なことないんで。嫌なかもしれないな。仕事選んだりとか、そんな偉そうなことしないもんな。うん、まあ、確かにそうだよな。まあ、それいいことだわ。うん、ぜひ、じゃあ、使ってください、また。あと、ミオからもなんか告知があるみたいで、ちょっと電話吐きそうで気持ち悪いって言ってるんで。なんだっけ、名刺交換会とかゴルフコンペとか。うん、まあ、そういうイベントごとメールでご案内しますよって、うん、でまあそのなんていう応募してくれてる人に届くんで、参加か不参加かを選んでもらって、うん、ああそういうことね、そういう案内だな、そう、飲み会イベントっていう、飲み会もあれば名刺交換会もあれば、そういう勉強会みたいなのもやっていこうかなとか、いろいろ企画してることがあるので、そういう案内が送れるような登録のフォームを作ってくださいみたいな感じでね、他の人の足場屋さんとかで取らせてくださいとかね。ああ、それ面白いな。それ言っとったら足場屋さん、他の会社の足場屋さんとか塗装屋さんをちょっと取らせてくださいみたいな、取らせてくださいみたいな案内を出すときにやリストがいるもんで、そうだよな。そうそう、ああ、それ面白い。結構いろんな職業の方いるんで、さすがに俺も突然来るとは言え、知らん塗装屋さんの足場も上がりで、ね、取らせてとか言えんね。さすがにそれはアポ取らせていただきたいんで、それはアポ取りたいんで、ぜひ登録よろしくお願いします。じゃあ、せーの、またみねー。